大友なんて大嫌い、復讐に燃えた秋月種実、一体どこで間違った？皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、秋月種実について紹介していこうと思います。信念を貫き通すのは、たとえそれがどんなことであれ、なかなか難しいもの。秋月種実は生涯を反大友に捧げた武将です。父や兄を殺され、復讐に燃える彼を突き動かしたのは大友憎しの思いでした。彼の復讐は成功したのでしょうか、それとも。では秋月種実の生涯をじっくりとご紹介していきましょう。父と兄を殺され、お家は一旦滅亡。筑前福岡県西部の豪族秋月氏は、古書三条福岡県朝倉市を拠点に、鎌倉時代からこの一帯を支配していた豪族です。天文17年1548年、種実は秋月文種の次男として誕生します。青年については、天文13年1544年説もあります。父文種は当初は周防山口県の大内氏に従っており、大内氏と豊後大分県の大友氏との和睦交渉の仲介役などを務め、その有能さを買われて幕臣に名を連ねたほどの人物でした。やがて大内義隆が家臣の末春方に殺されると、大内氏から大友氏へと主を変えています。しかし末大内政権を倒した毛利元就が北九州への進出の様子を見せると、今度は毛利からの調略に応じたのでした。このため大友宗麟は別紀秋貫、後の立花道雪や臼杵秋葉ら大友氏の重臣を大将とし、秋月討伐の兵を差し向けてきます。文種は交戦しますが、2万もの相手に力尽き、自陣することとなったのでした。この時種実の兄春種も自害しており、戦国武将としての秋月氏は一旦滅亡したのです。さて当時少年だった種実はというと、2人の弟と共に毛利氏を頼って周防へと落ち延びます。そして毛利の庇護を受けながら、大友氏への復讐を誓って至福の時を過ごすことになりました。故郷へ帰り咲き、反大友の兵を挙げる。それから2年後、毛利氏の支援を得た種実はかつての家臣に迎えられて故郷へ戻り、古書三条を占領していた大友軍を駆逐、見事帰り咲くことに成功しました。その後は反大友の活動へと身を投じていくことになります。弟たちは他家に養子に出て、それぞれが揃って大友氏に対抗していくことになるんですね。その同志となったのが高橋秋種でした。秋種は大友の家臣でしたが、いろいろあって毛利に禊を通じ、やがて種実とも通じることになります。大友宗麟が、あいつ秋種はめっちゃ忠義のやつだから裏切るわけないじゃんと言って何も疑わないほど信頼されていた人物なんですけれどね。よほどいろいろあったんでしょうね。永禄10年1567年、秋種が反大友の兵を挙げると、これに種実も呼応します。大友の討伐軍が秋月領へと進行してくると、種実は兵を率いてこれを迎え撃ちました。休み松の戦いです。大友軍は別紀秋貫、義弘秋政、臼杵秋葉など超豪華メンバーを揃えており、正直ちょっと秋月方に不利でした。しかし大友軍は守りの堅い古書三条を攻めあぐねます。しかもこの当時、毛利氏が北九州に攻め込んでくるという知らせがもたらされ、多くの豪族が軍を離れてしまったんですね。そのため大友軍は撤退を始めたんです。そこを種実は逃しませんでした。父の仇とばかりに猛攻を仕掛け、風雨の中立て続けに夜襲を決行し、大友軍を大混乱に陥れたんです。
この中でベッキー一族の多くを討ち取りました。その後も撃退する大友軍を追撃し大ダメージを与えたんですよ。その後毛利氏が北九州に侵攻し永禄11年1568年には立花昭俊も大友氏に2度目の謀反を起こし種実には追い風となったのでした。一度は大友に降伏、しかし再度放棄。しかし立花昭俊は大友方の別紀明面に敗れてしまいます。この時立花家の名跡を継ぐこととなったのが他ならぬ別紀明面で、彼が立花同説となるわけですね。この動きにちょっと今は大友に降しきれないと見た種実は、苦渋の選択ではありましたが降伏を選びます。交戦していた高橋明種も敗れ、彼もまた家督を剥奪され、名跡を大友屈指の優勝義弘重政に譲ることとなったのでした。彼が高橋常雲であり立花宗茂の父親です。降伏した種実は所領を安堵され、表向きは一旦おとなしくなります。しかし彼は水面下で反大友の動きを続けていました。父の仇、そう簡単に許すわけにはいきません。肥前、佐賀県、長崎県の龍造寺氏や薩摩の島津氏が勢いを増してきている中で、種実はこっそりと龍造寺高信と友好関係を築いていたんですよ。そして天正6年1578年、大友が耳川の戦いで島津に大敗を喫すると、時は来たと種実は反抗を始めました。反大友の豪族たちと結託し、天正8年1580年の猪膝合戦では大友方に大勝しています。天正12年1578年の沖田縄での戦いで龍造寺高信が島津氏に敗れると、種実は島津と同盟します。そして龍造寺と島津の和睦を仲介し、この頃には筑前、筑後、福岡県南部、豊前、福岡県東部、大分県北部、3カ国11郡、合わせて36万石もの領地を有する一大勢力となったのでした。また島津氏に加わり、天正13年1585年の岩屋城の戦いでは大友方の高橋常雲を破っています。運命の分かれ道、家臣の言葉を聞かず。しかし世の中の流れはすでに豊臣秀吉のものになっていたことに種実は気づくのが遅かったのです。秀吉による九州征伐が始まると、種実は同盟関係だった島津に組みしました。種実の家臣江里信孝は豊臣軍を偵察しに行き、その軍曹の立派さを見て、これはかなわんと帰国するとすぐに種実に降伏を勧めます。ところが種実は、何を言うかこの卑怯者がと反対に襟を罵り、その進言に全く耳を貸そうとはしなかったんです。襟は秋月のお家もこれまでかと絶望し切腹してしまいました。やがて豊臣軍と刃を交えることになった種実ですが、やはり豊臣の勢いにはかなわず、市場を破却して古書三条へと退却しました。するとその晩、破却した市場の城下が火に包まれます。うむむっと唇を噛んだ種実でしたが、翌朝になってびっくり仰天。燃えたはずの町はそこにあり、なんと市場までもが元の姿で存在していたんです。これが秀吉お得意の一夜城作戦で、町が燃えたように見えたのはたくさんのかがり火をたかせたためでした。こんなやつにかなうわけない。種実は愕然とし、もはや戦う気も失ってしまったのです。剃髪した種実は名刀と娘を秀吉に差し出し、なんとか許されました。ところが日向宝部、宮崎県高鍋町三万石への転封を言い渡されてしまいます。先祖代々守り続けてきた土地を去りたくない。そんな思いで種実は、中国でもいいから秋月にいたいと言ったと言います。しかし秀吉の命令に背くわけにもいかず、高鍋に移った種実はそこで一生を終えたのでした。
秋月が生んだ名君。種実の息子種長は豊臣に従い、朝鮮出兵の後は関ヶ原の戦いで西軍に属します。しかし東軍に転じ、戦後は高鍋藩主となりました。一方、高橋秋種の養子に入ったもう一人の息子元種は兄種長と行動を共にしますが、後にごたごたがあり改易されてしまいます。同じく高橋家の養子となっていた種実の弟種冬は元種が来た後に別家に入りました。ところで秋月氏からは江戸時代屈指の名君が生まれています。米沢藩主上杉鷹山は実は秋月から上杉に養子に入った人なんですよ。財政難の藩を立て直した手腕は高く評価され、今も彼を尊敬する人が多いですよね。まとめ 1. 父と兄を大友氏に討たれ、種実は一度毛利に保護されていた。 2. 故郷に返り咲きを果たすと藩大友の兵を挙げて徹底的に抗戦した。 3. 一度は降伏するも再び反旗を翻し、36万石の領地を有するまでになった。 4. 家臣の進言を聞かずに豊臣秀吉に抵抗し、降伏後は天保となった。 5. 秋月氏からは江戸時代の名君上杉鷹山が輩出されている。大友氏への復讐に生きた種実でしたが、もうちょっと世の中の趨勢を見る目があればよかったですね。しかし徹底的に大友に反抗した姿を見ると応援したくなっちゃうんです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。